皆さんこんにちは、ゆきさんと申します。今回は後ろに見える列車、西九州新幹線 N700S かもめの作り方を紹介しようと思います。今回はコマンドやモッドを使用せず、簡単に作れてかつリアルな、造形を目指して作りました。今回かなり細かいところまでこだわって作ったので、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。それでは作り方を見ていきましょう。まずは先頭車両から作っていきます。マングローブの板材をこのように設置して、ここから薄灰色の羊毛を23ブロック敷いていきます。一番後ろにもう一度マングローブの板材を設置して、ここ2ブロック階段を設置して4マス開けて、ここから13ブロック階段ブロックを逆向きに設置していきます。そしてここも4マス開けて2ブロック階段を設置していきます。そして最後にここにハーフブロックをこんな感じで設置してあげて、これを反対側も同じように作っていきます。はい、そしたら、車輪を作ります。まずここにハーフブロック2つ設置して、こんな風に砥石を設置していきます。そしてマングローブの看板でカバーをしていきます。残りの場所も同じようにやっていきます。はい、それができたら扉の位置に鉄のドアを設置していきます。場所は、こんな感じですね。それでは車体を作っていくんですが、まずは滑らかなコーツをこんな感じで設置していきます。下の部分も反対側のドアの方までつなげていって、ここ2ブロックですね、縦に置いて、ここの間11ブロックを滑らかなコーツの階段でこんな感じで設置していきます。それができたら、上に滑らかな構造をこんな感じで設置してあげて、はい、これを反対側にも同じように作っていきます。天井も同じように滑らかなクォーツブロックを設置していきます。続いて先頭の部分を作っていきます。先頭部分は、まず滑らかなクォーツブロックを6ブロック、並べていきます。そして真ん中に3ブロックですね、こことここに滑らかなクォーツの階段を置いて、今度は滑らかなクォーツブロック、そして階段ブロックを、次々と置いていきます。そしてここに滑らかなクォーツのハーフを置いていって、ここの真ん中の部分に黒色の色付きガラスと磨かれたブラックストーンのハーフブロックで運転席を表現していきます。そして細かい部分は雪を使って表現していきます。そして最後に真ん中に磨かれたブラックストーンのボタンを設置していきます。続いて細かいステッカーを設置していきます。3マス開けてマングローブの看板、また3マス開けてマングローブのボタンを設置していきます。後ろには石のボタンを設置していって、続いてダークオークの看板で行き先表示の LED ディスプレイを表現していきます。これは反対側も同じように設置していきます。続いて後ろから3ブロック目にレバーをこんな風に設置してアンテナを表現します。そして車体連結部はこんな感じで戦力岩の塀と鉄のトラップドアを使ってこんな感じで車体連結部を表現していきます。続いて2両目ですね。まずはマングローブの板材を置いて、そこから羊毛を23ブロック設置していきます。
はい、置き終わったらもう一度マングローブの板材、そしてここ2ブロック階段を置いて4マス開けて、そこから13ブロックですね、中向きに階段を設置していって、また4ブロック開けて2ブロックですね設置していきます。反対側も同じように、そして車輪も、同じように設置していきます。はい、残りの3箇所同じように作っていきます。はい、ということでここまで完成しました。続いて、扉の位置に鉄のドアを設置していきます。2両目は端から2マス目の位置に扉を設置していきます。続いて滑らかなコーツで車体を作っていきます。はい、こんな感じで滑らかなコーツブロックを置いていきます。そしてここまで来たら、この1ブロック取り外して滑らかなクォーツの階段をこんな感じで、ここは20ブロックですね設置していきます。そしてその上に滑らかなクォーツ、これを反対側も同じように作っていきます。天井も、滑らかなクォーツで作ったら、続いてステッカーですね。まずは中央にマングローブの看板、ここから3ブロック開けてマングローブのボタンを設置していきます。続いて、ダークオークの看板で、LED ディスプレイを表現します。これは反対側も同じように作っていきます。はい、ここまで来たら、2号車にはパンタグラフを設置していきます。まずは白樺のフェンスゲートと、左岸の塀を3ブロック置いていって、また白樺のフェンスゲート、これを反対側にも同じように作っていきます。はい、続いて雪ブロックで、細かい凹凸を作っていきます。2段、4段そして6段ですね、雪を積み重ねていきます。反対側はちょっと離して、ここに2段、4段そしてここに薄灰色の羊毛を設置します。さらにここの2マスのところには薄灰色のベッドを設置してあげます。そしてレバーを置いて、滑らかな石のハーフブロックをこのように設置していきます。そして鉄のトラップドアをこんな感じで設置してあげたら、パンタグラフが完成しました。はい、車体連結部も同じように作ってあげて、台車はもう全く同じですね。2両目作った時と同じような感じで、ここはカットします。続いて扉の位置に鉄のドアを設置していきます。今回は端から4ブロック目に設置していきます。続いて滑らかなクォーツブロックで車体を作っていきます。中央13ブロックを滑らかなクォーツの階段で窓を作ってあげます。そして上に滑らかなクォーツブロックを設置していって、こんな感じになりました。これを反対側にも同じように作っていきます。はい、ということでここまで完成したらステッカーですね。まずはマングローブの看板を真ん中に設置してあげて、3ブロック開けてマングローブのボタン、さらに磨かれたブラックストーンのボタンと石のボタンを使ってステッカーを貼っていきます。ダークオークの看板で LED ディスプレイを表現します。これで完成ですね。これを反対側にも同じように作っていって、さあ大まかな形が見えてきましたね。これで前の3両が完成しました。さあここまで完成したら、全く同じものを反転してコピーしていきます。はい、すると6両編成の列車になります。そして真ん中にレバーと
鎖をこんな感じでつなげてあげて、これはパンタグラフから集めた電力を他の車両に受け渡しするためのケーブルですね。はい、ということでこれで完成でもいいのですが、今回はもう少しリアルにしていこうと思います。というのも列車というものは左右対称にできているわけではなくてですね、微妙にドアの位置や窓の数なんかが違ってくるので、その辺を再現していきます。まずは4号車を改良していきます。まずはこんな感じで窓の数を増やしてあげて、ここに LED ディスプレイ、そしてステッカーを、石のボタンに変更します。そして反対側は、ドアの位置を、左に2ブロックほど移動します。そしてここ2ブロックほど窓を増やしてあげて、 LED ディスプレイですね、これを反対側にも同じものを作っていきます。はい、続いて5号車ですね。5号車は、ここは変更しません。左側の部分だけ、ドアの位置を変えていきます。2ブロックほど右に移動してあげて、 LED ディスプレイを置いてこんな感じでステッカーを貼っていきます。これを反対側にも同じように修正していきます。最後6号車ですね。ここも、ドアの位置を変更していきます。はい、そして窓を増やして LED ディスプレイを移動、これを反対側も同じようにやっていきます。そうすると全6両編成が完成しました。はい、というわけで、ここからは後語りになるんですが、まあ感想としてはすごい大変でしたね。はい、というのもこの N700S 新幹線っていうのは先頭の形状が非常に独特なんですよね。この形はデュアルスプリームウィングという形らしくてですね、まあ、これのおかげで、走行性能だったり環境性能が大幅にパワーアップしてはいるんですけれど、まあ、これをマイクラで作るっていうのが非常に難しくてですね、まあ、何度も何度もやり直しながら結果的に、この形に行き着いたとという感じですね。はい、ということで今日の動画はこの辺りで終わりにしたいと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいなと思ったら高評価やチャンネル登録、またコメントなどもお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。